ファイナーズです。今回紹介するのはレゴスーパーマリオのコースマスターチャレンジ71380です。部品の袋は7つ、パーツ数は366個、そしてアプリ連動の説明書が1冊ついてます。組み立て方はこのアプリかホームページを確認してください。それでは組み立てていきましょう。はい、完成です。キャラクターはラリー、パタパタ、クリボー、そしてボム兵の4体です。ラリーです。よくできてますよね。まあちょっと頭が大きいかなっていうのはあるんですけど、まあそれでもかなり似てるんじゃないかなと思います。目、口、お腹の部分、これすべてプリントパーツになってますね。似てますよね。で、手には先端にあのオレンジ色の宝石をイメージした、オレンジのねクリアパーツがついた杖を持ってます。この杖も形すごく似てるなと思いました。で、頭の横にはあのちゃんとね星マークついてますね。細かいですよね。もちろんこれプリントパーツになってます。で、モヒカンなんですけどちゃんと後ろに流れてて、このギザギザ感がね、すごくそれっぽいですよね。そして甲羅なんですけど、この甲羅すごく綺麗な色してますね。すごくラリーっぽい、甲羅の色になってるんじゃないかなと思います。ちゃんとカラーバーコードもついてます。この色が結構ね珍しい色だなと個人的には思いました。
でこのラリーなんですけど、今まで出てきたレゴマリオの中では、このクッパジュニアが一番近いキャラクターになってますね。構造的にはかなり似てる状態になってます。あのプリントのところ一緒ですし、横から見ると分かりますけど、こんな感じですね。胴体のところ黄色い部分なんですけど、ここが、ポッチ一つ分かな、ちょっと、縦に長くなってます。で頭の部分の、大きさは一緒なんですよね。構造的にはかなり似てる状態になってます。後ろから見るとこんな感じですね。ラリーの場合はどうしてもね、このモヒカンのところが特徴的なので、これをつけるためにちょっとこの頭の、構造が少し違ってますけど、まあでもベースのところはかなり似てるのがわかるんじゃないかなと思います。でこのラリー何回マリオで踏めば倒せるかやってみたいと思います。はい、6回ですね。さっきのクッパジュニアが5回だったので、クッパジュニアよりも1回多くなってますね。ということでラリー登場しましたんで、もしかしたら今後他のコクッパも出てくるかもしれないですね。だとすると結構楽しみじゃないかなと思います。全員ね並べて飾るとかも楽しそうですよね。でちょっと思ったことなんですけど、今回ラリー杖を持った状態で登場しました。ですけどこれ手首が回らないんですよね。動かせる範囲はこの上下運動だけになります。でこれがほっぺたにカツ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 当たって結構ね遊びにくいです。なのでまあできればね、これ手首を、回せるような感じにしてほしいなと個人的には思いました。パタパタです。これもよくできてますよね。今までノコノコありましたけど、パタパタ初登場になりますね。でそのノコノコと比べてみましょう。こんな感じです。後ろの羽の部分はもちろん違いますけど、それ以外の部分は構造的には実は全く同じになってます。目、鼻、それからお腹のところがプリントパーツなんですけど、これは多分同じパーツを使ってますね。そして足のところが緑から赤になってて、甲羅も同じですよね。緑から赤になってます。でパタパタは羽が生えてますんで、その羽を取り付けられるようにこうやって甲羅のサイドに穴が開いてるんですよね。これいいですよね。なんかね、別に羽じゃなくてもいろんなものを取り付けることが多分できると思いますんで、これ結構楽しめるんじゃないかなと思いました。ではマリオで踏んでみましょう。3回ですね。今までのノコノコが2回だったので、パタパタになって1回増えてるような感じになってますね。クリボーです。もう説明する必要もないような気がするんですけど、レゴマリオでは一番多く入ってたキャラクターになりますね。確か6体入ってたと思います。で顔のところプリントパーツになってるんですけど、このプリントパーツと同じものがこれですね。これスターターセットのクリボーになります。今までこの顔と同じものはありませんでしたんで、今回初めてスターターセットと同じクリボーが登場したという感じになりますね。でマリオで1回踏めばコインをゲットすることが可能です。最後ボム兵です。これはキャラクターパックも含めて2セットに入ってましたね。で仕様としては今まであったものと全く同じものになってます。カラーバーコードの色も一緒ですね。後ろこうやってくるくる回すことができます。あと炎パーツを、カチッとね取り外すことも可能なので、火のついてない状態にすることもできますね。ちなみにアプリ連動したマリオで踏むと、はい、ボム兵の効果音になってますね。で画面表示が変わったのがわかると思います。ということでトップに行きましょう。はい、これでトップ画面にセットを追加することができました。では他のアイテム確認していきましょう。やっぱり目玉はこれカスタムマシンですよね。これなんですけど、付属しているカスタムアイテムブロック、それからカスタムタイムブロックのこの3つのブロックの内容をこのマシンを使って変えることができるようになってるんですね。ただ組み立てシーン見ていただいた方ならわかると思うんですけど、この中にはコンピューター類とかカラーバーコードは一切入ってません。なのでさっきのこのアイテムをカスタムするのは、実はこのカスタムマシンではなくて、こっちレゴマリオなんですよね。はい、それではカスタムやってみましょう。まずはこれですね、カスタムアイテムブロックを使いたいと思います。これをこの部分にセットします。
はい、こんな感じですね。今ハテナマークがね、こっち側から見えてますけど、これ実はくるくる回すと分かるように、この反対側からも確認することができるようになってますね。で、赤いボタンが見えますよね。これですけどちゃんと押せるようになってるんですよね。押すとこんな感じで、セットしたアイテムブロックを上に上げることができるようになってます。それともう一つ左側のこれです。これつまみになってて、回すと上の部分をこうやってくる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 回すことができるようになってます。このカスタムマシンのギミックなんですけど、この2つですね。で、上のこのポッチのところ、ここにマリオをこんな感じでセットできるようになってます。で、マリオセットしましたけど、カラーバーコードとの距離がありますんで、アイテムブロックを認識してません。ということで認識させましょう。その時に使うのがさっきのこの赤いボタンですね。これを押すことで、はい、認識することができました。で、よく見ると今キノコ、スーパーキノコがね、表示されてますけど、両サイドに矢印ボタンが出てますよね。これがポイントになります。さっきの左側のこのつまみ、これを回すと、はい、動いたのがわかると思います。土台が動くのと一緒に、中身が変わりましたよね。ちょっとね、今時間が経っちゃいましたけど、コイン10枚が表示されました。さらに動かしてみましょう。はい、今度はスターになりましたね。もう一度動かすと毒キノコが出てきました。で、もう一回回すとまたスーパーキノコになりました。これを連続ですると音が鳴ってるのがわかると思いますけど、ちょっとね、見えにくいのがちょっと申し訳ないんですけど、こんな感じで、まあ、どっち回しもでもいいんですけど、こうやって中身を変えることができるんですよね。で、自分の好きなもの、例えば今回はスター、まあ、毒キノコにしましょうか。スターが毒キノコにしましょう。はい、毒キノコがいいなというところになったら、さっきのこの右側の赤いボタン、これを離してあげれば、これでセットが完了です。で、セットが完了したらマリオを下ろして、このままゆっくり上げてもいいんですけど、ちょっと勢いをつけてあげれば、こんな感じでポンと出てきますんで、あとはこのカスタムアイテムブロックを取ってあげれば OK ですね。続いてカスタムタイムブロックやっていきましょう。ちなみにもう一つカスタムアイテムブロックありました。この水色のやつですね。これなんですけど、セットできる内容っていうのはさっきのこの青いやつと一緒なんですよね。それぞれ4種類の中から選ぶことができるようになってますんで、同じものを選ぶこともできますし、別々のものをセットすることもできるようになってます。まあ要は、ブロックの色違いというだけですね。内容は全く同じというような感じになってます。ではカスタムタイムブロックセットしてマリオを乗せましょう。赤いボタンを押して認識させます。今プラス30になってますね。ちょっと変わりましたけど、これ回すとプラス15、プラス10、あとこのストップウォッチの表示があります。これですけど、残り時間を15秒にする、強制的に15秒にするやつになります。アイテムになりますね。これにしましょうか。指離してセットしました。で、マリオを下ろして、こんな感じでね、取ってあげれば OK です。なので結局このカスタマイズっていうのは、認識している状態でマリオがくるくる回れば、設定することができるんですよね。つまり極端な話、このカスタムマシンを使わずに、このアイテムブロック、それからマリオを、まあマリオだけですね、マリオをこうやって回してあげれば設定することができます。なので、まあ、カスタムマシンね、設定するのがめんどくさいなという人はこれでやってもいいかもしれません。それと設定するときにこれくるくる回りますんで、後ろの状態になったら何が表示されてるかわからないですよね。これね、すごく見にくいんですけど、でも逆に言うと何回は回したかわからない状態にしてあげて、こんな感じですかね。もう何が表示されてるかわかりませんけど、この状態で指を離して設定しちゃえば、コイン獲得ゲームで何が出てくるかわからないというような楽しみ方ができますよね。まあそれを目的にしてるのかもしれないですけど、さっきはスターでしたけど、今の設定はキノコになってますんで、こういうことが可能ですよね。では今回追加された特殊な表示見ていきましょう。こっちには毒キノコ、こっちにはストップウォッチを今セットしています。土管とこのゴールはスターターセットのやつですね。やっていきましょう。まず土管でスタートします。はい、こんな感じですね。これで毒キノコ踏むと、はい、こんな感じの表示になります。毒キノコが、まあ、胸元に表示されてくるくるなってますね。この状態だとクリボーを倒しても、認識してくれません。でも時間が経つと消えますんで、この状態であればこうやって認識できるようになります。もう一回踏みましょう。
はい、毒キノコ状態ですね、認識してくれません。ただしゴールは認識してくれるんですよね。なので、まあ、残り時間少ないなという時は毒キノコ状態でも、ゴール踏めばいいみたいです。では続いてこっちストップウォッチ見ていきましょう。土管からスタート、残りが50何秒ありますね。この状態で踏むと、はい、もう残り一気に15秒になりました。なのでゴールしましょう。はい、ということで、まあ、今回ね特殊な表示が2つ、追加されてますけど、この2つ追加されただけでもだいぶバリエーションが増えると思いますんで、結構楽しめるようになったんじゃないかなと思います。続いてスライダー見ていきましょう。かなり大きなバーコードついてますよね。この大きさのバーコード初めてじゃないかなと思います。で、下があのタイルブロックになってるのでとてもスムーズに動くんですけど、上にポッチがないのでマリオを固定することはできません。なのであまり速いスピードで動かしちゃうと、落ちてコインをゲットできなくなってしまうので、まあ、そうならないようにできる限り早く動かしてコインをたくさんゲットしたいところですよね。ということでやってみましょう。マリオはこっち向きでもこっち向きでも、認識してくれます。今回はね横向きにしましょう。これで横をこうやってスライドさせれば、どんどんねコインが加算されてるのが分かりますよね。これでちょっとね早めに動かしてずれました。こうなって、バーコードから認識がずれると、加算されてたコインを全部ゲットするというような感じになってますね。続いてスペシャル土管、この黄色い土管ですね。ダッシュ30見ていきましょう。これストップウォッチの30の表示があります。そのままなんですよね。こっちの緑色の土管、これ制限時間が60秒になってますけど、それが制限時間30秒の状態でスタートするような土管になってますね。中のカラーバーコードにもスタート30と入ってます。で、この緑色の土管だと、こんな感じの音楽で、残り15秒でアラームが鳴るような設定になってますよね。で、これがこのダッシュ30の土管だと、はい、こんな感じになりますね。音楽が違うのと残り時間のアラームの、秒数が違います。こっちは15秒でしたけど、こっちは5秒前から、もうカウントダウンになってしまうので、かなりタイトな感じになるのがわかるんじゃないかなと思います。これももうバリエーションの違いが出てきますんで、レイアウト考えるのも楽しめそうですよね。続いてタワーですね。これ結構雰囲気もあっていいんじゃないかなと思います。一番上にラリーを乗せるとこんな感じになりますね。いかがでしょうか。かなり高さありますよね。マリオがこのサイズなのでいい感じの迫力じゃないかなと思います。ちなみにこれですけど、以前のね動画でも言いましたけど、こんな感じですね。3つのアイテムからできてますんで、まあ、例えば、2段階目で、タワーにしてもう一つ別のところに置くとか、こういう方もできますんで、これは楽しみ方いろいろですね。それとこういうのもあります。マグマの上の橋みたいな感じでね、雰囲気かなりあると思うんですよね。この上にさっきのこのアイテムをね乗せてもいいと思いますし、片方取り外して重ねてあげてもいいかもしれないです。この上にさっきのやつを乗せてもいいですよね。これもいろいろ遊べるんじゃないかなと思います。それからこれですね。個人的にはねこれ結構嬉しいなと思うんですけど、高さが3つ3段階ありますんで、ピョンピョンピョンと、降りたり登ったりして遊ぶことができるんじゃないかなと思います。もちろんこれ別の位置に取り付けたり、まあ今回マグマのプレートの上に乗ってますけど、別にね緑とか、青とかそういったのに変えることもできると思いますんで、これもかなり遊びやすいんじゃないかなと思います。
それからこれですね、これくぼみがありますんで、この部分にカスタムアイテムブロックとかタイムブロックを設定することができますね。下がクリアパーツになってますんで、浮いてるのを再現してるんじゃないかなと思います。この状態でマリオでもちろん踏むことができますし、このブロックのやつ簡単に取り外しが可能なので、例えば、これと、まあ、あのアイテムブロックを別のところに置くとか、こういう遊び方もできますよね。これもいろいろカスタマイズできるんじゃないかなと思いました。それと高さの違う木が1本ずつ、あと雲がついてます。雲はクリアパーツにくっついてますんで、なんかプカプカ浮いてるような感じにも見えますよね。でこの土台部分なんですけど、両サイドのこのパーツ、これが結構珍しいのが使われてます。これですね、新パーツです。このセットにしかついてません。で色違いが別のレゴマリオのセットについてるということなんで、結構ね貴重じゃないかなと思います。その2セットにしかこの形のパーツはついてないみたいですね。そして他にもこれだけのアイテムついてるんですよね。これすごいですよね。右側の方はもうこうやってね積むだけでも結構遊べると思いますし、左の方プレートたくさんありますんで、もういろんなバリエーションのコースが作れると思います。ということで、とりあえずパッケージに載ってるコースを作っていきたいと思います。せーの、はい、完成です。いかがでしょうか。ちょっとアレンジ加えてるんですけど、かなり長いコースできたんじゃないかなと思いますね。一番後ろのこのゴール、これはスターターセットのゴールなんですけど、それ以外のパーツアイテムは全てこのセットのものを使ってますんで、まあこれだけ長いコース作れるんだったら十分じゃないかなと思いましたね。ではコイン格闘ゲーム、このコースを使ってやっていこうと思います。で途中に配置してるカスタムアイテムブロック、カスタムタイムブロックなんですけど、これあえて分からない状態にしてます。僕自身も何が出てくるのか正直分かりません。特にこれですね、この位置でもしストップウォッチのやつ残り5秒になっちゃったら多分アウトだと思うんですよね。そういうのもあるんですけど、一応この状態で分からない状態で、試しにやってみたいと思います。では黄色い土管からスタートです。制限時間30秒、急ぎましょう。ここでゲットして、そしてスライダーですね。これもね何回かやりたいんですけど、あんまりできないですよね。こんなところでしょうか。さあアイテムは何か。はい、キノコ、まあまあいいでしょう。パタパタをやっつけて、これスターが欲しいけど、毒キノコ、これはやばい。でもね水で消えるんですよね。はい、しっかり消して、おっとここで5秒ですけど、モム兵倒して、強い味方タイムブロックも5秒でした。ラリーを落として、はい、倒しました。ほう。はい、85枚。これは結構多いんじゃないかなと思いますね。ただ制限時間30秒、これねかなりしんどいです。やっぱり途中のアイテムが毒キノコと、これですよね。これが本来ならね10秒とか15秒とか足せるところが、もう5秒、まあ残り5秒になっちゃったんで、かなりしんどかったですね。ただもうどうでしょうね、制限時間60秒よりも個人的には楽しめたんじゃないかなと思います。少しね余裕のあるコース設定にしてもらえれば、かなり楽しめるような気がしますんで、これはいろいろやってみてほしいなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。目玉となっているアイテムのカスタマイズですけど、これに関してはまあいろんなものを設定できますし、自分でわからないようにすることもできますんで、まあ誰かとね一緒に設定し合ってもいいと思いますし、いろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。ただ実勢の8500円っていうのはちょっと手が出にくいですよね。7000円台だったらまあいいなという感じですね。でも黄色い土管ダッシュ3時を使った時のコイン格闘ゲームは本当に今までで一番楽しかったんじゃないかなというぐらい楽しかったので、それに関しては本当におすすめです。このセットのパーツ数は366個です。以上、レゴスーパーマリオのコースマスターチャレンジ71380を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。